ウィリアム・ヘンリー・ドレーパー・ジュニアウィリアム・ヘンリー・ドレーパー・ジュニアはアメリカ合衆国の陸軍士官、銀行家、外交官である。ドレーパーはニューヨーク市ハーレムで生まれ、ニューヨーク大学で経済学の学士号と修士号を取得した。大学卒業直後に米国陸軍に入隊し、第一次世界大戦中は不評連隊の少佐として戦った。戦後、彼は 陸軍予備役に留まり、第七十七不評師団参謀長にまで昇進した。その一方で、ニューヨークに向かい、ナショナルシティバンク、バンカーズトラスト、ディロン・リードに勤めた。九百三十七年、彼はディロン・リードの副社長に就任した。優勢学の支持者であったドレイパーは、ニューヨークの米国自然史博物館で開催された第三回、国際優勢学会議を講演した。 ジョージ・マーシャルの招きにより、彼はワシントン DC へ移動して、選抜徴兵問題担当大統領、諮問委員会で勤務し、後大佐に昇進した。第二次世界大戦開戦当初、彼は第136不評師団、第33不評師団、国家警備隊を指揮した。戦後、彼は巡将に昇進し、経済部長としてベルリンに配属された。 たとえ元なち支持者を産業界における高い地位に留め置くことを意味しようとも、彼はドイツの経済力や軍事力の復活防止を意図するモーゲンソープランに反対し、ドイツの景気回復を促進する措置を強く支持した。少々へ昇進した後ドレーパーは新陸軍長官ケネス・クレーボーオン・ロイヤルの要請により陸軍次官となった。 旧陸軍省が陸軍省へ移行したことに伴い、ドレーパーは初代陸軍次官となった。1948年3月20日には賠償調査団団長として来日。1949年の退役後、1950年から1951年までロングアイランド鉄道管財人を務めた。また、初代米国代表、ナトー大使としてパリに駐在した。 二度目の艦解引退後、彼はメキシコへ向かい、メキシカンライトパワーの会長を務めた。1959年の帰国後、西海岸で初のベンチャーキャピタル、ドレーパーゲイサン・アンダーソン社をカリフォルニア州で起こした。1967年、彼はドレーパーゲイサン社を引退してワシントン DC へ移り、 ニューヨークのコンバスチョン・エンジニアリングに議長として参加したが、数年後に引退して国連人口委員会への米国の施設となった。1965年には人口危機委員会を共同設立し、合衆国の軍事援助計画研究のための大統領委員会の議長も務めた。ありがとうございます。